竹鶴十二名でございます。こちらの竹鶴十二名、各瓶ですね、これは初期の頃の竹鶴十二名です。竹鶴という名前は、皆様ご存知の通り、日課の創業者竹鶴正隆さんから来ています。ドラマ NHK の朝ドラでも有名になりましたね、バッサンで。この竹鶴という名前がついたウイスキーというのは意外と新しくて、2000年にできたばっかりです。で、この竹鶴、こちらピュアモルトと書かれています。この日課の竹鶴は北海道の余市蒸留所、あと宮城県仙台の宮城郷蒸留所、この2カ所のシングルモルトをブレンドして、これは2カ所のシングルモルト同士をブレンドしてますので、シングルモルトとは名乗れずにピュアモルトという表記となっております。日課のウイスキーの特徴はやはり酒質が重いというところでありますので、あとスモーキーフレーバーも割とドシッと効いている。この日課の竹鶴12年、9ボトルですね。これはもともとしっかりとした酒質、ボディ、プラス、経年による熟成によって、まろやかになっているところ。こうなりますと、しっかりした味わいでも丸い、ものすごく男性的な味わいです。ああ、